はいどうも、フジプロの新谷でございます。まあ、たまにはね、一眼レフも使いましょうやということで、今回は一眼レフで、撮影しておりますが、いかがでしょうか。まあ、このカメラついてた時の標準レンズからですね、ちょっと広角レンズですね、10-18mm、ちょっとレンズのその規格とかそういうのは分かんないんですけども、あの広角で撮れるねレンズをちょっと新たに購入しまして、あのやっといい感じでちょっと映るようになりましたんでね、ちょっと使っていこうかなという次第でございます。で今回はね、何かということなんですけども、これですよ結構ね、私肩こりがねひどいんですよね。で、まあ、動画の編集をしているとね、やっぱ肩こる。いや、すいません、編集してないです、すいません編集サボってます。はい、主にこうパソコンに向かってる時間がやっぱ多いわけですよね。特に仕事から帰ってきてね、この部屋にいる時間っていうのもまあ非常に多いわけで、で何をしてるかって言ったら、だいたい VTuber の配信見てるんですけどもそういうね、いろんな配信見たりとか、作業をしたりとかいう時をね、こう肩こりなんとかしたいなという時に、なんかねこれがいいらしいですよ。はい、今回ご紹介するのは、COF4 コーフォーでいいんかな、ちょっと読み方が分かんない、ごめんなさいの、ネックプロっていうね、ものです。なんかこれはね、もともとクラウドファンディングかなんかで、こうやってた、ご紹介されてた商品みたいでございまして、割と人気の商品だったということでございます。でこれ何が一体売りなんかということなんですけども、あの普通のねこうマッサージ機ってこう振動がブルルルーっとこう来るような、そういうものを想像するんですけども、まあこのやつはですね、何やらこうあったかくなるですね。あったかい、やっぱあったかいっていうのはね非常にいいと思いますよ。疲れとかのリフレッシュにね、こうあったかいっていうのは非常にいいということで、まあ、ここにも書いてある蒸しタオルのような暖かさということで、ね、まあったかくしつつ、なおかつこのね、これですね、電気的な、まあそういうあれですけども、 C 周波っていうんですね、こういうのでこう氷を和らげるということらしいんですけど、ほんまかいなということで、ね、ちょっと今回これは、デモ機ということでございまして、いわゆる試作品ですね、なんでまだ市場には出回ってない、そのクラウドファンディングをされた方は多分この手元に届いてると思うんですけども、まあ、これから市場にも出ていくということでございまして、まあ、今回はこちらデモ機ということでちょっとお送りいただきました。まあ開けていきましょうかね。まあ裏こんな感じになってますね。うん、なんといってもメイドインジャパンでございますんで、はい、メイドインジャパン。私もね、まあ中学生ぐらいからまあ肩こりがひどいということでね、もう悩まされてましたけども、あ、こういうタイプ、おーおー、すごいね、何これ、へえ、すごいな、なんだこれは、ほお、取れたぞ、あ、これがカバーか、こうカバーかな、あ、これはまあ今フィルムが貼ってあるから取れないけど、こうカバーがついてる。さらに下にはよいしょ、こんな感じです。すごいね、なんだこれ。はい、まず、取扱説明書、もちろんメイドインジャパンでございますんで、説明書もジャパンでございますね。うん、いつも中華品を買っている私からしたらね、もう信頼できる説明書ですよ。これ何、あ、ポーチ、はい、こういうポーチもついてる、なかなか質感がいいね。でこれリモコンがついてるんですよ。リモコン兼このポーチのね、この閉めるあれになってる。すごいね、どうなってんのこれすごっ、はい、なんとリモコンから操作ができると。これいいっすよね、こう首元にこうピピピッとこうボタン探さなくてもこっから操作ができる、素晴らしい。あと、充電のね、ケーブル、USB からタイプ C ですね。やっぱ最新の機器はタイプ C ですよ、すごい。では細かく見ていきましょうか。はい、こちら本体ですね。うん、でここがその首元
ちょうどでも位置的には肩の部分ぐらいかなに当たる部分ですね。はい、こんな感じ。はい、こっちが、充電の端子がついてる、ピントが合わんな。はい、充電端子がついてる、こんな感じです。こっち側は何もないよね。反対側、ここに電源ボタンがありますね。こんな感じです。説明書に沿ってやっていきましょうにね。電源ボタン2秒長押しして電源入れる。ああ、ついた。ついたついた。これ今ついたわ。これでつきました。バッテン残量もね、出るんですよね。3段階。あ、じゃあ、ごめんなさい、4段階だ。4段階でついて、今、4分の3入ってます。ね。で、これ点滅中はこれ今、スタンバイですね。この状態で首に、まあ、巻いてつか当てて、もう一回ボタンをピッと押すと。で、15分経つと、電源が切れるということですね。で、あと、あ、いや、切れたわ。何もしないと、まあ、こんな感じで早く電源切れますね。で、あと細かい設定はこっちでやるみたい。リモコンでやるみたいですね。はい、C 周波モードっていうのは4種類。多分その振動のパターンが4種類あるんですかね。このリモコンでプラスを押すと強さが変えれる。10段階。マイナスデュアク。この太陽マーク。これであったかくする。この丸に線が入ってる。こっちだと、まあ温度が下がると。まあそんな感じで好みで調整できるといった感じですね。で、ここパッドがね、これは交換できるもんみたいですね。はい、パッドの交換ができるみたいですが、一応説明書には半年ぐらいね、使ってくださいって感じですね。で、水拭きはなんかしない方がいいみたいですね。ですが、まあ、まあ、吸着面ですので、まあ、ほこりとかがついたら、まあ、ちょっと指に水を湿らして、ちょっと擦るぐらい程度には洗ってくださいねって感じですね。まあ、何はともあれ使ってみなきゃ分かんないよね。使ってみましょうか。ではちょっと首にやってみましょうか。ちょっと顔は映したくないんで、ではつけてみます。えい、あ、冷たい。あ、こんな感じか。こんな感じですかね。ピント合ってないよ。こんな感じ。まあ、ちょっと今回あの襟がねあるシャツ着てるんで、ちょっと分かりにくいですけど、こんな感じ、うん、で、ここ電源ボタンがあるんで、これ長押し。あ、ついた。はい、つきました。すごい。すごい。来てる。4段階あるわ、これ。って来てるわ。でも痛くないわ。でも多分一番これ弱いんだろうな。あ、あかん。一番最低じゃないと自分辛いわ、これ。暖かさはちょっとまだわかんないんだけども。すげえ、面白い。あのピリピリ感が嫌いな方多分いると思うんですよ。自分も嫌いなんですけども、これ電気式のこういうマッサージ機って結構ピリピリするじゃないですか。まあ、これもね、若干はまあピリピリ感は少しはある、ないとは言い切れないんですけども、でもね、気にならんぐらい心地いい。でリモコンで好きな強さ変えれますから。あ、でもあったかなっていいな。めっちゃあったけ。腹筋とかに貼るよくあるじゃないですか。こうビリビリ、ビリビリつか、こう同じような感じのやつ。ああいうのって安いやつだと結構強いんですよ、刺激がね。で、うちの親もね、なんか安いやつ買ってきたんだけどもね、いてててててててってね、もう一回使っただけでも終わっちゃったもんね。で、ああいうのから考えたら、やっぱ日本製だから、安心感ありますよね、うん、で強さもちゃんと調整できるからいいよね。でこうつけてる感じ、重たいとかこう不快感とかそういうのもねあんまないね。うん、まあ、あのこね、個人差あると思います。首のね、太い人細い人もまあいると思うんですけども、自分的には全然これ不快感ない。
横になんかこう出てますけども、別にそんなに深い感ないよね。ずっとマイク横向いてたな、これ。ごめんなさい。ずっとマイク横向いてたわ。もちろん音もないからね。いいよね。これが15分経つと自動的に電源が切れるということです。はい。ということでね、ちょっと数分だけですけど使ってみました。こいつはね、面白い。いいわ、これは。面白い。で、まあ今フィルム剥がしましたけど、使わんときはこれですね。付属してたこいつを、まあ、ペッと。やってやれば。あ、いいわ。大丈夫。これで大丈夫だね。で、こんな感じで、ちょっと半ば無理やりみたいな感じはあるんですけど、一応畳めるんですよ。あ、こういう感じか。はい、一応ね、畳める。一応ね、こんな感じで畳めます。なんで、このままね、まあ、ここにポーンと入れておく。よいせ。はい、こんな感じ。これでまあ持ち運びが簡単にできますよって感じですね。で、冒頭にね紹介しましたクラウドファンディングはどうたらこうたらって言いましたけども、今現在もまだやってます。はい、幕開けっていうクラウドファンディングで、有名なサイトでございますけど、そちらで、掲載しているということです。まあ、目標金額がね、これいつから始まったんでしたっけ。10月の6日から、ね、始まったものらしいんですけれども、目標金額がね、30万ということだったんですけど、それをはるかに超えた金額、1400万ほどのこのクラウドファンディングが集まっているということで、すごいですよね。はい。で、一応ね、残りまだ21日、11月14日現在ね、残り21日まだありますので、応援購入ということでね、パッドだけ売ってたりとか、あと本体ですね、6952円ですね。色はね、これブラックとホワイトと2種類あるみたいですね。今回のこれホワイトです。クラウドファンディングの方でやると、まあ特別価格ということで 20% オフのね、6952円ということですけれども、多分市場に出回る時の値段は8800円を予定しているということですが、まあ多分そこら辺の変動はねあるかもしれませんので、まあ情報をね確認してみてください。あと2台セットとかね、いろいろ3台セットとか、法人割引とかいろいろありますんで、まあ、気になる方は見てみてください。でね、詳しい商品の紹介ページもね、この幕開けのページでいろいろ載ってますので、私も説明下手でございますけれどもね、そちらを見て、ちょっといろいろね考えてみてはいかがでしょうか。うん、やっぱりただねこう周波数の振動を与えるのではなくて、あったかくなるっていう、そこがポイントだと思うんですよね。やっぱりシップとかでもね、音感とか冷感とかありますけれどもね、そこら辺の感じで温かくしながら筋肉をほぐすということで、この首の肩こり、首とかね、肩こり、これがね、緩和したらいいかなと思います。詳しい商品ページリンク等々は下の概要欄に、貼っておきますので、興味のある方はちょっとチェックしてみてください。はい、というわけで今回はじゃ、コーフォーでいいんでしょうか、結局読み方これだっていうのが分かんないですけども、のネックエアーですね。旧ネックプロという名前ですけども、ネックエアーということでございました。はい、次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。